どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日の2月の20日9時半ストラクチャーが来ましてね、剣闘銃の激闘っていうグラディアル強化、キングオブ今更強化今更なんかグラディアルビーストが強化されまして、おせえよみたいな話あるけどね、今日はこのデッキをご紹介していきたいなと思っております。ガイザレス来ましたね、めちゃくちゃ強いです。効果、新しいカードを中心にちょっと説明していきたいんですが、ガイザレスは、ベストローリー、鳥、イチゴ、イチゴと剣闘銃を合体すると、なんかコンタクト融合みたいな感じで、特殊召喚できて、で特殊召喚反応でフィールドのカードを2枚破壊できるんですよ。だから蘇生とかしてもいいんですよね、単純にこいつ。これめっちゃ強いんですよ。2枚破壊ですよ、2枚破壊。で、バトルフェーズ、バトルを行うと、バトルフェーズ終了時に自身を戻して、こいつ、ベストローリー以外のか、ベストローリー以外の、剣闘銃を出せますよ、という効果になってます。分離できるっていうね。でこれがまあ、剣闘銃って強いよって、まあ、常日頃言われてるんですが、新しいカードは他にも、そう、予想外がね、なんか、収録されて、再録されて、まあ、嬉しいですよね。アンダー出せっていう話なんですけど。で、スレイブタイガー。これちょっとアドバンテージ的にはまあそんなに得ではないんですけども、他の剣闘銃がいると特殊召喚手札からできて、で自身をリリースするとフィールド上の剣闘銃を違う剣闘銃にデッキから変身させるよっていう効果を持ってます。で剣闘銃扱いで出したことになるんで、まあ一応効果起動できるよみたいな効果ですね。これはまあちょっと木門とかと組み合わせて使うのが多分一番いいのかなと思うんですけども、あとこれね、これが本当に強い、やばいっす。戦車はね、なんかおじいちゃんが好きなカードなんですけど、これ多分剣闘銃がいるとモンスター効果を無効にできるんですよ。で、カウンタートラップなんですね。だからスペルスピードが速いと、だから結構支援とかもなんか破壊できたりとか、一応無効にできたりとか、それから、キャバルリーとかああいうのも無効にできたりとか、結構強いんですよね、チャリオットは。で先行防ぐのが一番強いです。先行防ぐのが一番強い。まあ、高校でも、まあ、高校でモンスター効果使うこと結構あると思うんで、まあ、それでもまあ、そこそこ強いんですけど、先行伏せが一番強いですね。はい。で、新しいやつだとこれ、サジタリー。剣闘銃を手札から捨てると2ドロー。まあ、要はデッキマス役割ですね。だからこれでなんかこう、スレイブタイガーの効果をうまいこと使って、サジタリー出して、で、なんかこう、2ドローしながら、木門かなんかでね。で、なんかその手札の入れ替えをしていくみたいなパターンもあると思うんですけど、今日のデッキはですね、ちゃんとね、ビートダウンして戦う方が、多分、剣闘銃って一番強いと僕は思うんですよ。その、ガイザレス全力で出すっていう構築よりは、ちゃんとビートダウンとして、学びで戦っていくのが多分一番強いと思っていて、で、そういうデッキにしました。罠戦術の使い手っていうスキルを使っていて、で、罠カードが5種類以上入ってると、罠が1枚確定するよっていうスキルなんですけども、まあ、バランスとかでもなんかいけそうな気がしますけどね。僕はこのスキルが一番多分相性がいいかなと、個人的に思っていて、で、罠カードとかトラップカードと魔法カードと剣闘銃1枚っていう書店が結構来るんですよ。それが一番強いと思うんですよね、俺。剣闘銃って要は1体モンスター立てて3捨てしてエンドっていう、それが一番強いと思うんですよ。だからそれができる確率が多分一番高いから、このスキルだったらという、そういう意味を込めてこのスキルにしました。でやっぱこれがね、これ使いたくて3枚はやりすぎかもしれない。もしかしたら普通に銀幕とかそこら辺とかももちろん強いんで、こっちも優先して、これちょっと減らすっていうパターンもあると思うんですけど、まあ、最初なんでね、最初なんで、めっちゃ強いし。なんで、これ3積みです、今日は。で、罠が6種類かな ?1、2、3、4、5、6種類入ってると。だからまあ、この中のどれか1枚絶対来るよっていう感じですね。手札に。たまにそのトラップだけっていうパターンももちろんあるんですけど、まあ、それしゃあないですよ。で、モンスター効果は、ラクエルは、単純に打点が高くなるんで、のと、あとベストローリーとか、このムルミノとか全部いけるんで、ラクエルは3積みでいいかなと思いますね。で、ベストローリーが要は、このガイザレスの合体素材になってるんですよ。なんで、ベストローリー3かなとは思うんですけど、普通だったら。これね、結局ね、ベストローリーって、初手引き弱いんですよね。なんか、別に、初手はこいつでいいみたいなのがあるんですよ。ラクエルでいいみたいな。とかあるんで、まあ、こっち3のこれ2でいいかなっていう、まあ、イメージ。まあ、一応、素引きでも、ガイザレスこう通常召喚してバーンって出すっていうこともできるんで、まあ、2枚ぐらい割った方がいいかもしれないけど、3はなんかちょっとやりすぎな感はあると思って2にしました。で、ムルミロはモンスター界だから強いでしょ。で、ダリウスは死んじゃったグラディアルビーストを蘇生できるんですよ、特殊召喚すると。なんで、1枚ピン出しと、あとこれが強い、エクイテ。なんでかっていうと、これ OCG でもよくある、このエクイテを特殊召喚すると、剣闘銃カードを
墓地からというか回収できるんですよ。これね、これも回収できるんですよ、チャリオットも。だから一回無効にして使ったチャリオットを回収して、メイン2で伏せるっていう動きがすごい強いんですけど、なんとですね、デュエルリンクスメイン2がありません。メイン2にがないことによるルールで殺されてるデッキなんですよ、剣闘銃って。結構、まあ、結構やっぱなんだかんだガイザーで強いんでね。あとそこらしされてもなんかそのゴリラにできたりとか、まあ、結構いろいろできるんで、まあ、この辺も入ってますけど、まあ、そういうデッキとなっております。早速ね、グラデュアルビースト懐かしいな、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、リシドさん、ちょっとね、撮影はあのルーム戦で手伝ってもらっております。ね、これ戦車強いんじゃね、これ戦車多分強いわ。戦車2枚は結構強い。あー、肉声あります。まあラクエルか、ラクエル召喚、トラ召喚、なんもない。戦車、カナディア、バトル、いけ、タイヤーパーンチ、ハレムシね、なるほど。あー、知らないね、オッケー、知らない、オッケー。レベル3はまあそんな強くない。ターン終了で、ラクエル効果、自身をデッキに戻し、剣闘銃モンスターを一体特殊召喚、いっけー、いちごちゃん、ベストオーリー効果、魔法トラップ破壊だ、ほらー、いつの時代のデッキだよ。スキルサクセスは強いな。墓地から除外するとなんか800だって上がるんですよ、あのカード結構強いっす。で、それはチャリオットじゃないの、これ。これ退治さ、あいつ確か、あいつターン1やから、あいつ退治や、来た、チャリオット、シルバーチャリオット、つえー、戦車つえー、戦車最強だ、戦車最強だ。なんもない、なんもない。ダリウス召喚だ、ダリウス召喚、来た、なんもない。これガイザレスだろ、これガイザレスじゃない、これ、これガイザレスでしょ、これガイザレスだろ。鳥と馬で獣艦融合召喚、いけ、ガイザレス、ガイザレス効果、特殊召喚に成功した場合、相手のカードを2枚選択して破壊できるぜ、おらー、タイドー。マジっすか、マジタイドー、タイドーやばいな、タイドークソめんどいんだけど、まあ、普通にとりあえずまあこれは殴れるよね。だからでこれタイドーのチェーンですよね。タイドー、いいだろう、なんだ、宮塚さか、いいだろう、宮塚さ除外して、で宮塚さ効果発動するか、選択か、チャリオーツ、つえ、やばい、なんだこの戦車とかいうカード、強すぎだろ。ガイザレス分離するか、ガイザレス分離した方がいいか、分離した方がいいよな、別にこいつ立ってる必要ないよな。で、エクイテラクエルじゃないこれは、さすがにエクイテラクエルでいいでしょ。で、エクイテで、ラクエルで、エクイテ効果、エクイテ効果、墓地のチャリオット回収、強い、メイン2くれ、メイン2くれ、なんでメイン2が入った、なんでメイン2が入った、なんでだ、セットいいだろう、セットいいだろう、セットいいだろう、ちょっとベストローリー来い、ベストローリー来い、あー、ムルミロ、ムルミロ召喚、三体融合もできるけど、まあ、これは殴った方がいいでしょ、さすがに。一応ラックエルからか、タイガーパンチ、おらー、おらー。え、ちょっと待って、戦車強すぎん。さあ、お相手の方、武藤由紀選手、よろしくお願いします。デュエルさん、バイ。ポケモンいいだろ、ポケモンか、ポケモンか、あー、罠しか来ねー。たまにあるんですよね、これ、たまにあるんですよ、これまで仕方ない、これも仕方ないで割り切るしかない。まあ、言うと1枚でモンスター1枚、罠3枚とかが結構多いですけどね。ブレイズマン、あー、ボクキャバね、これボクキャバだ、これセキキャバデッキだ、セキキャバデッキだ、これ KC で大流行、セキキャバしていく、で融合、はい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 、で底なし底なしカナディアなんで、まあ、多分何とかありますね。でそこはてってれー、落とし穴ほっときましたー、はい。なにバカな、そうなかなかやるな。で呼吸か、呼吸てってれー、陰キャだな。
まあ、先行毎ターン先行取れるんだったら、あ、これはムルミの召喚か。これ毎ターン先行取れるんだったらソコラシさんなんですよ、絶対ソコラシさんのチャルトさんなんですよ。毎ターン先行取れるんだったらね、高校があるんで、まあさすがにソコラシ2くらいかなと思うんですよね。あと銀幕がなんだかんだ強いです。銀幕なんだかんだ強くて3積みぐらいしたいんだけど、ちょっと枠がねえっていう。あと、まあ、いろんな効果に対応できるようにめぐるが一番強いと俺は思ってる。ダリウス、ダリウス召喚、これはねゴリラじゃない、これこれゴリラでしょ、これこれゴリラだわゴリゴリゴリラ行こう、ゴリゴリゴリラしていこう、いけゴリラ。分離効果一切ない、ただのバニラ剣闘銃バトル、いけゴリゴリゴリラパンチ。よし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 、この2500打点が強いぞ意外とな。キャバルリーを突破できる、ただあのコケートスはちょっと突破できないんでガイザレスするしかないんですよね基本的に。ドルエクイテ、エクイテ、エクイテか、エクイテいらねえな、エクイテガチでいらない。いや今ここベストローリーでよかったじゃん、ベストローリーでよかったと思うんだよな。これ殴る必要あんのかな、これ殴ってんでも2900突破できないからな。これはエンドでほっといて、でガイザレス待ちでいいんじゃない。これはエンドですね。で、あ、コズか。なるほど。これで一回、あ、ちょ、戦車抜かれた。きつい。くっそ、やばいか。カナディア、やばいか。これ次、ブレイズがあって、やばいな。ブレイズ、召喚がやばい。あ、ジュインか。ジュイン。ジュイン攻撃表示。え、怖すぎ。何あのカード。あのカード何、いやー、ラクエルでもねえ。ラクエルでもねえんだよな。ラクエルでもねえんだよな、これ。これどうする、これ3体合体する、これこれ3体合体じゃない、これあれ何、あれコンセントとかじゃない、これ多分このあの癖、あの癖コンセント系だと俺思うんだよね多分。これさ、ネロキウスじゃない、これネロキウスだわ、スーパーアドソンカード。3体合体して、3体合体していったらすっていう超絶アドソンカード出していく。よし、いけ、ネロキウスでバトル、いける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 ぞ、いけ、おーった。そしてネロキウスの効果発動、変身、超変身、超変身、今何もいないから、今何もいないから、ラクエルでいいわ、ラクエルで、イチゴ、イチゴトラ、イチゴトラ、イチゴトラでイチゴ効果セット、セよーし、読み通りだ、読み通りだ、何もすんな、何もすんな、何もすんな、よーし、目に物を見せてやる、いくぜ。俺はフィールド上のベストローリーとラクエルで融合召喚、超変身、ガイザレス、ガイザレス効果。なんかそのカード対象に取れないらしいですね、そのカード対象に取れないっていう話を聞きました。私は裏返せば関係ないんだな、バトル対戦ありがとうございました。ああ、そこらしが強い。さあ、お相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、デュエルだ。いやもう、ダリウスとエクイテ来んのやめろよ、マジで。お前ら来んな、眠ってろよ。ちょね、こういうのあるんだよな。そのなんか、デッキで眠ってるほしいから絶対初手来るっていうね、パターンありますからね。これはもう仕方ないと。割り切るしかない。検討中に関しては。やばい、何やばいぞ、強いんだけど、俺死ぬの、これ、これ死ぬの、俺死ぬの、死ぬの、俺、なにこれ、どういうこと、死にそう死にそう、あ、死んだわ。さっきにキモすぎだろこいつ、なんだよこれ、どういうことだよ、どうなってんだよ、2020年だぞ、2020年だぞ、ここはタイムマシーンでも使ったんかこいつ。